上牛太郎の行くま大好きギューギューギュー。さあ始まりました、 MC の親指牛太郎です。そしてはい、アシスタントパペラベティの涼香と福福田です。お願いします。さあ今回もやってまいりました。はい、やってまいりました。二人ともちょっと垢抜けたんじゃないですか。え、ほんまですか。垢抜けたって何なんですか。いや、あのもうタレントっぽくもすっかりもう芸人さんらしい顔つきになってるんじゃないかなって。芸人さんじゃないですか、牛太郎さん。僕はもう15年かけてせいぜいこんなもんですから。そんなことないです。そんなことないですよ。でも僕ちょっと私事なんですけども、はい、この度、衣装を新しくしました。誰よりも垢抜けてるじゃないですか。5年ぶりに衣装を買いました。すごい、確かに綺麗。真っ白ですね。そうなんですよ。ちょっとまあ確かに関節のとことか黒ずんでましたもんね。はい、ちょっとそうなんですね。本当に嫌でただついに僕月に仕事これしかないのに新衣装買うのがまたもう一発嫌でさらに嫌がちょっと残ってますね。いや、ちょっとあの新規行って気合いいじゃないですか。ちょっともう気合い入れようかなと思って、はい、新衣装にちょっと変えてみました。素晴らしい。どうですか、この1ヶ月何か変化ありましたか、2人は。この1ヶ月、そうですね、はい、まあ、この1ヶ月と言いますか、はい、あの明日がめちゃくちゃ大事な日で、私たち、はい、あらあら、何ですか。あのキングオブコントの1回戦と、はい、あとその漫才劇場に入れるかどうかの最後のチャレンジバトルが明日、どっちも明日なので、はい、こいつは楽しみですね。めちゃくちゃ大事な日が明日待ってます。はい、頑張ります。めっちゃ楽しみやん。気が気じゃない、はい、気が気じゃない、お前集中せえちょっと気がしたら明日で気が気放送日に漫才劇場メンバーになってるか。あー、なるほどな。また一からかどうかが。いや、これだいぶでかいと思うよ。放送されてる時にはもう分かってると思いますので。今日は、はい、何を。今日はですね、はい、護身術武道研究会さん、はい、というところにお邪魔させていただこうと思っております。護身術武道研究会さん、はあ、生駒市障害学習施設エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。勝負の8月になりました。そうですね、勝負です。はい、この8月をね、いかに乗り切るか、はい、これで優勝が決まってきます。そうですよね、はい、あれ現在この収録日の段階では今何位。3位です。あら、うん、でも首位と1ゲーム差。ああ、じゃあ、はい、セリーグは喫緊になってますね。でも難しいです。もう4位まで1ゲーム2ゲームのペーサーですから、どこがもう首位に至っても3日か4日連敗したらもう4位5位ありますから、いや、もう本当に勝負です。吉本衝撃ライブ第1回コムハイトーナメントというのを行います。はい、これはまあまあ、と比べてみたいに、満劇を目指して頑張ってる、はい、皆さんから、満劇入ったばっかりの皆さんから、はい、そういうのの8組を選抜いたしまして、はい、トーナメントをやるという、はい、そういう大会でございます。とりあえず8組の、はい、まあ、期待される若手が、はい、はい、駒平目指して頑張ります。トーナメントでございます。8月31日土曜日14時開演でございます、はい、南コミュニティセンターせすらぎで、入場料1500円になります。チケット発売は7月14日ですね。もう、発売中でございます、はいはい、ぜひお越しくださいませ。はい、前回もお知らせしました、はい、羽ばたき亭、はい、林家菊丸の落語と滑らない枕の会ということで9月の7日北コミュニティセンター伊勢羽ばたきで行います。はい、おなじみの林家菊丸さん、桂三吾さん、月亭優馬さん、桂正金さんの、メンバーでお送りいたします。チケットはもう絶賛発売中、入場料1000円でございます。はい、伊藤優チェロリサイタルということで9月の14日北コミュニティセンター伊勢羽ばたきで、行います。生駒出身の、チェリストって言うんですか、うん、はい、チェロの、演奏者でございます。はい、社会をまたに活躍をしている、チェロの演奏者でございますので、はい、まあ、地元凱旋で、リサイタルということで、はあ、ぜひお越しください。北コミュニティセンター伊勢羽ばたきホール、前売り3000円、当日は3500円になります。ぜひ前売り券で良い席をお求めくださいませ。もう結構ね、売れてまして、ひょっとしたらもう完売になるかもしれないと、はい、お早めに、お越しくださいませ。はい、はい、吉本新喜劇65周年記念ツアー、はい、9月15日高丸ホールにやってまいります。
1回目が11時開演、2回目が15時開演の2回興行です。酒井愛座長に波佐間寛平さん、石田康さん、池野めだかさん、道康江さんのメンバーでお芝居、そして、バラエティは、村上昌司、シャンプーハット、ロザン、笑い飯、ミルクボーイといった豪華メンバーでお送りいたします。すごい、はい。入場料は6500円、絶賛発売中でございます。ファニーチケットまたは生駒市内の障害者施設窓口でお求めくださいませ。よろしくお願いします。はい、続きまして、毎年恒例になっておりますせせらぎ名画鑑賞会、はいはい、35ミリ、のフィルム上映しますので、はい、昔懐かしい映画を35ミリフィルムで楽しんでいただきましょう。9月28日、9月29日、2日間で4本の映画を見ることができます。料金がたったの1日500円、2日連続で投資券買うと1日400円の800円でございます。はい、はい。映画は喧嘩エレジー独立グレン隊の日本が9月28日、東京流れ物日本の一番長い日が9月29日と、なっております。いずれもすごい名作ぞろいでございますので、はい、ぜひともお越しくださいませ。はい、はいはい。また落語でございます。せせらぎ亭、桂文座奮闘落語会ということで、しっかり二席務めます。そのもう4回目になります。はい、はい。桂文座さん、そして林家染尺さん、月亭修斗さんの3名でお送りします。10月5日南コミュニティセンターせせらぎ、入場料はたったの1000円でございます。チケットも絶賛発売中ということで、はい、よろしくお願いいたします。秋川雅文さん、ご存知ですよね。はい、もちろんです。千の風に乗って、はい、ね、いろいろあの名曲、テノールの、はいはい、素晴らしい、歌い手さんですけども、そのリサイタルがございます。11月3日竹丸ホールで行います。前売り券4000円、当日4500円。チケット発売が8月17日土曜日10時から発売します。はい、はい。障害学習施設窓口とチケットピアで発売しますのでよろしくお願いいたします。手塚山大学生駒教養講座、はいはい、今回は法律ですね、うん、はい、法律ってそんな難しい法律じゃなくて、トラブルから我が身を守る法律知識ということで、身近な法律を3回にわたってお届けしようということで、8月22日は第1回消費者トラブルについて、8月29日は第2回隣人トラブルについて、9月の5日第3回は高齢者をめぐるトラブルについて、分かりやすく解説していきましょうということです。はい、本当に身近なあの法律問題、いろいろあると思うんで、ぜひともこれを機会にお越しください。手塚山大学の笹部雅俊先生が丁寧に教えてくださいます。はい。受講料は、3回投資で3300円になります。よろしくお願いします。夏休み親子でハンドメイドクッキー作りということで、南コミュニティセンターせせらぎで8月の25日日曜日、2回ございます。1回目は10時半から12時半、2回目は14時から16時、この2回ございます。定員は8組16名の親子限定ということで、受講料1650円、材料費が2000円かかります。まだ、定員が余裕がございましたら、最後まで受け付けてますので、ぜひともご応募くださいませ。はい、これもすっかりおなじみになりました。親子ミニ四駆、工作体験教室ということで、もうこれ3回目になります。はいはい、ミニ四駆を作って、レースもやってみようということで、非常に楽しいイベントになっております。9月の16日月曜日祝日になってますね。はい、2回ございまして、1回目が11時から13時、2回目が14時から16時、鹿の台フライホールにて行います。受講料は2200円プラス、材料費が別途1320円かかります。対象は小学生以上ということで、ぜひとも多数のご参加をお待ちしております。申し込み者多数の場合は抽選になりますので、はい、ご了承を願います。はい、今回のお知らせは以上でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、はい、今から、はい、その護身術武道研究会さん、護身術武道研究会さんのところに、はい、今日は、竹丸ホールにお越しいただいているということで、はい、普段はね、あの図書会館さんの方で活動されているそうなんですが、はい、本日はお越しいただけたということで、この上、はい、上で、はい、大丈夫です。失礼します。はい、どうも。あらら、すいません、お邪魔いたします。お邪魔します。失礼
ます。じゃあちょっとじゃあ初めまして、お邪魔いたします。おやみ牛太郎と申します。よろしくお願いいたします。行きますね。ちょっといきなりちょっと攻撃の方が当たってしまいましたが、すいません。アシスタントのポプラベティ涼香と、そのアシスタントの福福らです。お願いします。お願いします。もうちょっとこっちでやりましょう。そんなにね、そんな離れずに。すいません。じゃあ、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。私、松本敏夫です。松本敏夫様。ここの、じゃあもう、会長様。はい、あの、主催者で。主催者で、護身術武道研究会。はい。で、お隣は息子です。息子さんで長男です。あら、立派な松本正和です。正和さん。それが、今日はお二人で、その、護身術を。はい。まあ、一応広めたいと思いまして。はい。で、我々にもちょっといろいろとご指導いただけるということで、今日はぜひともよろしくお願いいたします。あの、いわゆる今世間一般でやっとるのは、はい、空手でも柔道でも剣道でも、はい、んで、まあ、少林寺拳法でもそうなんですけどね、はい、まあ、試合で勝つ、はい、大会で優勝する、はい、それだけなんです、はい、本当の護身術というのはあくまでも身を守るためです、はい、だから試合にはルールがあります、はい、当然、はい、護身術にルールはありません、はあ、身を守るためにはもう何でもありです。でないと、例えばこんな大男が襲いかかってきて、うん、あのルールで顔を叩いたら反則とか言うと勝てます。身を守れます。そうですよね、はい、例えば目を狙うとか。そうです、もう格闘技ですぐこれやってもらうんですよ。もうあれ痛いですよ。こんなんでも武器になる。例えば急に出るからか、でこれで突くんですか。顔を狙うで突く、はい、相手がもしもナイフで突きかかってきたような場合に有効ですかね。そう、その時に襲われるときに、もしも襲われたときに男に力じゃ勝てませんよね、はい、そうですね、まあ、こんな大男が怒ってた、うん、それに対して力じゃないで撃退する技っていうのはいくらでもあるんです。なるほど。りょうかちゃん、傘ちょっと振らしてもらって。ほんまですね、いいですか。同じように、来てくださいね。そうそう、すごいな。顔を狙う、顔を狙う。確かに、これでも確かに負けるかもしれない。怖いわ、そんな。顔を狙う、そう。負けがしない。全くこれですわ。傘ですわ。棒とか何かがこう目の近く来るってめっちゃ怖いっすね。怖いでしょ。だから人間の急所を狙うのが護身術なんです。こんなもん普通の格闘技にないです。松本先生、じゃあ、特に有効的なこう人間の急所っていうのはどこなんですか。目です。目ですか。筋で筋で、確かにこのここですね。そうです。練習できてる。すごい、めっちゃ勉強になりました。いや、ほんまに、ね、いろんなね、特に女の子がやっぱりこの目的っていうのは、あの、もともとこんなでかくてね、力のあるやつは私、僕、あの、相手に したくないんですよ、はい、むしろ年寄りとか、はい、女の人とか、はい、体力のない人がごっついやつにいきなり襲われた時にどうやって対抗するか。なるほどね。それを護身術というんでやったんです。んこれはでもちょっとその研究会という意味も、ね、教えていただきましたし、はい、今日本当すごくもうめっちゃ勉強になりまして。勉強になりました。3つぐらいまた覚えました。覚えましたよ。もうね、だから日頃持ってるもので撃退できるっていうのがやっぱり勉強になりましたから。じゃあ最後先生、あの、お知らせというか、はい、はい、ございましたら、一応私の道場は、生駒市立体育館、あそこの2階で、だいたい水曜日の午後5時からやっております、はい、もう、興味のある方は一度見学に来てください。以上です。はい、はい、はい、もう我々もすごく勉強になりました、はい、今日は一時ありがとうございました。ありがとうございました。そう、はい、いかがでしたか、護身術。ね、りょくさんはすごい、いや、ほんまに学べましたね。もうその身近にあるものでこう戦えるっていうのは、だからほんまに多分カバンとかでもとりあえず振り回せっていうことを、
あ、これ行ってこい。あ、いやいやいや。これさ、ちょっと誤信の本能が。大先輩。誤信の本能が出ちゃいました。ごめんなさい。俺女性に顔殴られたの初めてこれ。さあ今日はどうでした？福ちゃん感想は？今日はとてもクレバーな場所だったね。え？とても僕はワクワクしたよ。え、海外の吹き替え版みたいに？急に？どうしたのに？とてもユニークなツッコミだね。うるさ。なんなんそれ。え？まあ、っていうのを用意したんですけど。オープニングでねやろうと思ってたんですよ。なるほど。ちょっとあれなかった？何やったっけ？ちっちゃいメモですね。ちっちゃいメモ。ちっちゃいメモ。最初の1回しかやってないです。この間やってなかったね。あれ？それもいあれか。台本と偽台本。偽台本と。今日何をやってなかったっけ？厳しい。違う用意してたって。出しなくなって。流れ的に用意してないって。違う用意してたって。やめてくださいよ。俺。頑張って考えて。わかんねえ。違う分かんねえじゃなくて。じゃあ用意してすいませんでした。いや楽しみにしててせっかくやからなと思っただけで、ね、あ、よかった。まあまあせっかくだよね。じゃあまあまあいいんじゃないですか。次やります。いや無理せんでいいですよ。どうしたらカロリーがね、高いと思いますんで。いやいやいや。じゃあ、今日はですね、この護身術にちなんだネタを、やっていただけるということで、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。お願いします。右手に持ったナイフで攻撃されたとき、それを自分の右側にいなします。そうしましたら背後を取れますので、そのまま相手の腕を背中側から頭の上の方へ上げていただきますと、相手の肩が外れるか、その前にナイフを落としますので、そのまま制圧してください。ちなみにナイフというのはこちらです。とここまでで1時間45分経ちましたね。というわけで護身術教室以上とさせていただきます。質問ある方は残っていただいて構いません。ない方はお帰りいただいて大丈夫です。本日はありがとうございました。お、質問ですか？何ですか？なんで座学なんですか？え、護身術教室ですよね。はい、護身術教室なんで護身術を教えてます。実技でやらな。誰が護身術を座学で教えるんですか？え、いや先生がスーツで着た時からおかしいなとは思ってたんですよ。もう動く気ないですよ。逆になんでジャージなんですか？実技やと思ってたから。動く気満々やったから。いやまず第一、何なんですかこの絵は。いや分かりやすいでしょ。分かりにくいですよ。絵下手くそなんやったら座学やめてくださいよ。下手じゃないですよ、ね、下手ですって。下手すぎて文字だけのページありますやん。これ絵描かれへんから文字にしたんでしょ。そんなことないですよ。あとこれがナイフなのは分かりますから。え、ちなみにナイフというのがこちらになります。何この数秒間、こんなことを教えてほしくて来たんじゃないんですよ。何なんですか？いやだからね、ナイフ持った人がこうやって来た時にこうなる方法を教えてくれって言ってんだ。だからそれはこの絵の感じで100分は一見にしかん。え、100回座学するより1回実技したら覚えますから。もうやってください。あなた、はい、ナイフ持ってほら。うん、はい、いった。どうもありがとうございました。すごいな、もうほぼさっきのやった通りやってたやん。そんなことないって。いや、どこがやねん。そのままやったらもうナイフ刺すとことか。ちょっと確かにちょっとリンクしたなって。いやでもめちゃめちゃ面白かった。はい、ありがとうございます。分かりやすくてね、めっちゃ良かったですよ。まあでも次回は、はい、ちょっとまたオープニングとエンディングでまたなんかちょっと福ちゃんがね、もう何回目やったっけ？今日で5回目。今日5回目ですね、はい、早いですよね。5回目で慣れちゃうんすもんね。違うじゃん、用意してたんです。出せなかっただけ。流れ的にね、出せなかっただけ。慣れって怖いですね。違う、おー、2人でトトー君でなんか流れって怖いっすね。じゃないんですよ、やめてくださいよ。まあなー、じゃ慣れてないから、まだまだ慣れてますから。ド緊張で今日も来ました。来月見ててください。さあ次回は、はい、次回がですね9月1日の配信でございます。はい、次回はちょっと今まだ準備中とのことなので、え、はい、どんな配信になるのか皆様もちょっとワクワクでお待ちいただけたらなと思います。思います。ちょっとドキドキしますね。知らないまま当日を迎える。なるほど、楽しみでございます、はい、ではまた次回も見てください。どうもありがとうございました。サンキュー。